陰文とは、聴覚に一定の定まった継承を感覚させる、一定の規則にのっとって書き表された文章。三分の範囲を、多く、歌において用いられる。一定のリズムを持ち、暗唱されるのに適しているため、古代から神話や歴史の叙述に用いられてきた。俳句、和歌、漢詩、伝画、伝句、四行詞、客員詩などの陰文詩なども陰文に含まれる。 因律の要素は、言語、文化的背景、あるいは、因文の形式により異なる。日本語やフランス語では、時間的単位であるモーラもしくは音節が、一定数反復されて、因文を構成する。さらに多くの言語では、音節の長短、アクセント、成長などに関して、一定のパターンが定められている。因文を構成する、もう一つの要素が多いんである。 日本語の韻文では、応韻はほとんど意味を持たないが、西欧や中国をはじめとして、世界の多くの韻文では、応韻、特に客韻が重要な要素であって、韻律との組み合わせによって、韻文を構成する。古英語など、ゲルマン語の古い韻文では、東韻も重視された。中国文学における韻文とは応韻を伴うことを特徴とする文体のことでもある。これは、 三文や変文に対立する。代表的な因文であるし、四、曲以外にも、自負、章、三、真、名、愛、類などが挙げられる。ありがとうございます。